明けましておめでとうございます。2018年が始まりました。ということでね、ハイザ全国の今年の運勢が気になる皆様、お待たせしました。本日はね、運勢占いをやっていきたいと思います。スケボーを使ってやります。と言っても運勢占いというかおみくじみたいなもんです。ちょっと星座疲れたんであぐらかきます。カメラの位置を移動しまして、はい、ということで、まあおみくじみたいなもんなんですけど、スケボーを使ってね、皆さんの今年の運勢を占っていきたいと思います。ちょっと台本見ます。今からスケボーで4つのトリックをします。4つのトリックは組コンオーリー、ポップショービットハーフキャブキックフリップです。まあかなりしょぼい4つなんですよね。まあ、僕このぐらいしかできないんで、この4つのトリックを使うんですけど、この4つのトリックで、まあ、どのトリックが一番試行回数少なくメイクできるかっていうのを予想してもらいます。そして予想が的中した人、そこのあなた、予想が的中したあなた、今年の運勢は非常に素晴らしいものとなります。っていう企画です。視聴者さん参加型の動画になるわけですね。ちなみになんですけど、これ試行回数が同じっていう可能性がありますよね。その場合は、2回目メイクするまでの試行回数、3回目、それも同じだった場合、3回目までのメイクするまでの試行回数といったように、差がつくまで永遠にやり続けます。まあ、多分差つくと思うんですよね。僕、そんな上手くないんで、結構、メイク率低いんですよね。いろんな技。オーリーぐらいですからね、ほとんど成功するのって。オーリーショービットぐらいは成功しますけど、他のトリックって全然なんかメイク率上がってくれないんですよね。ポップショービットとかも最近ようやく上がってきたぐらいで、本当に10回に1回とかっていう時もあったんで、ちょっと難しいですね。スケボーって全然かなり難しいです。スケボー使うのになんで室内で撮ってるんだって思った方いらっしゃいますよね。それはですね、外が今日非常に風強いんですよ。僕部屋の中いるだけでガンガンっていう、なんか窓に風が当たる音が結構するので、本当に風強くて、いや外で撮ると多分声入らないと思うんですよね。横のマイクいいやつじゃないんで、もうカメラについてるマイクなんで、かなりしょぼいやつなので、多分音声が入らないと思うんで室内で撮ってます。ちなみになんですけど、そのトリックをやる順番は、先ほど言ったトリックの順番で、組コンオーリー、ポップショービット、ハーフキャブ、キックリップ、この順でやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますっていうか、もうやってきたんですよ。これ後取りなんで。やってきて、もう僕は結果知ってます。そんで、いつも通りストレッチをやって、で、本当に5分ぐらいかな。アップっていう感じで、適当にトリックをやって、本当すぐ組み込んだ檻に入ったので、まあ、ほとんどスケボーに乗るのに慣れてない状態っていうか、まあ、初めてすぐの状態で組み込んだ檻に挑戦してます。それではね、ここから、まあ、今の状況を踏まえて皆様に10秒間差し上げます。この10秒の間に4つのトリック、まあ多分テロップで表示されてると思うんですけど、この4つのトリックの中から1つ選んで、一番メイク率が高いであろう、メイク率がじゃない、一番試行回数少なくメイクできたであろうトリックを選んでください。ちなみにまぐれで一発でメイクっていうこともありますからね。本当にこれメイク率の高さで選ぶわけではなくて、一発メイクするまでにどのぐらいかかるか、どのぐらいの回数が飛ぶかっていうのを測るものなんで、もしかしたら100回に1回しかメイクできないやつでも、その1回が一番最初に来れば、もう一発でメイク、これ一番少なく、試行回数少なくメイクできたっていうことになるので、これは予想するの難しいと思います。っていうか運ですよね、これ当たる当たらないっていうのは。はい、それでは今から10秒間この4つ、こちらにどこに表示されてるか分かんないですけど、こちらに表示されてるトリック4つの中から1つだけ選んでください。それでは Thinking Time スタート。はい、それでは皆さん決まりましたでしょうか。発表していきたいと思います。それでは第4位、
大凶ですちょっとビビりました。4つしかないのに初手で大凶が出てきたんで、大凶であったんですよね、この読み。わかんないですけど、テロップ表示させてきます。大凶です。それはハッキャブです。いやー、僕ハッキャブめっちゃ苦手なんですよね。これはもう思った通りになりました。ハッキャブが良いです。大凶です。試行回数はちょっとまだ数えてないんでテロップで出してもらうんですけど、結構時間かかりました。風も強くてね、風が片方向から来てるんで、例えばこっちから来てるとするじゃないですか。だからこっちから風があっちに吹いてるとして、そしたらこっちからフィューっていくときはなんかすごいスピード出る。でこっちからフィューって走っていくときはすごいなんか風でブレーキがかかるっていう謎の状況で、かなりやりにくかったです。またまあもともと苦手っていうのもあってすごく大変でした。じゃあこれを選んでしまったあなた、今年は何かが起こってしまうかもしれません。すいません。はい、それではね、第3位です。ドゥーッ、クミコンオーリーです。第3位の場合はこれ今日ですか、小京ですか。小京ですね、小京。クミコンオーリーが小京です。これはですね、案外僕クミコンオーリーって飛べるんですよ。ただ1回飛べるまでにちょっと時間がかかったりするんで、その影響ですね。1回飛んじゃえばもう次から結構飛べるっていうことがあるんで、もう元々一番最初にやるトリックって決めてたっていうのもあって、まだスケボーにその日乗るのにあんまり慣れてない状況っていうか、そういう状態の中でやったので、まあ、3位になってしまったのかなっていう感じで、試行回数は、まあ、テロップで出してください。まあ小強なんで、まあ、ちょっとは大強の方よりはいいんじゃないですか。はい、次、はい、次第2位は今日です。それでは第2位発表します。ドゥルルン、ポップショービットです。僕これ3位になると思ってたんですよね。ポップショービットもあのまあ組み込みと一緒で、1回飛べたら飛べるんですけど、それまでにちょっと時間かかることがあるんで、これが僕の予想では3位かなと思ってて、組み込もりは言うて結構飛べるんで2位かなと思ってたんですけど、違ってポップショービットが3位に、あ、じゃあポップショービットが2位になりました。2位っつってもね、今日なんで悪いです。はい、それではラスト、これでもう、まあ、消去法で分かってしまったと思うんですけど、1位大吉です。すいませんね、基地が入るのは1位のみです。キックフリップ選んだあなた、素晴らしい、キックフリップが1位です。はい、これはですね、試行回数これは測らなくても分かります。一発メイクです。これは本当に一発です。カットしたって思われるかもしれないですけど、まあそれでもいいですね。僕の中ではキックフリップが今年は1位です。なんつっても去年一番練習、去年っていうか2017年の後半で一番練習したトリックがキックフリップで、かなりメイク率低いっていう話もしてたじゃないですか。動画の中でもしてたと思うんですよ。ただなぜ一発でメイクできたかっていうことを疑問に思いますよね。あんだけメイク率低いって言ってて、まあ、僕の動画前から見てくださってる方はやっぱりキックリップのメイク率低いっていうのは僕が何度も動画で言ってるので、あれおかしいな、これが1位はおかしいな、むしろ4位って予想してたんだけどなって思った方結構いらっしゃる、結構っていうか 見てくださってる方も結構いるわけじゃないんでまああれなんですけどまあそうですね、キックリップが4位だって思った方いらっしゃったとは思うんですけど、申し訳ありません。動画を撮ってから公開までのラグが結構あるんですよね、僕。一月とかラグできちゃうことあるんで、もうため撮りでめガーって撮って、で、後から公開していくっていうこともあるんで、その間に練習して、結構メイク率が上がったんですよね。この間、キックリップ猛練習っていう動画上げたじゃないですか。あれが典型で結構前に撮ったやつで、あれ。ほんと、あれからかなり練習して、もう多分、どうなんですかね、結構メイク率上がってきてて、一発でメイクできることも多かったんで、まあ1位になる可能性もあるなって自分の中では思ってたんで、まあ妥当かなと。この順位付け結構妥当になりましたね。僕のメイク率通りっていうか、今回の4つのトリックなんですけど、まあおおむね自分の中の予想ではこんな感じかなっていう、ちょっとキックリップが1位っていうの願望も入ってた点があるんですけど、
まあ、僕が思ってたのとそんなに変わらなかったっていうか、まあ、組み込むオーリーとポップショービットはちょっと逆だったんですけど、まあ、どっちになってもおかしくないかなっていうぐらいの感じだったんで、僕の中では予想通りでした。まあ、僕はどうでもいいんですよ。それでは皆さんはどうでしたでしょうか。まあ、4位を選ばれた方、もしくは1位大凶を選んだ、大凶じゃない1位の大吉を選んでくださった皆様、まあその2位3位を選んでくださった方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、気にしないでください。大吉を選んだ人はよっしゃーでいいです。まああと2位から3位の、まあ、共関連の方、まあ、気にしないでください。こんな底辺 YouTuber の運勢占い、まあ、おみくじですね、これで今日を取ったからといって悲しむ必要はありません。むしろ喜んでください。僕の予想は外れるかもしれません。ちょっと外れる確率が高いですね。なんで、まあ、これからも元気にね2018年1年間過ごしていきましょう。それではね、この辺で動画を締めたいと思います。まあ、こういったマークのやつとかね押してくださったりとか、まあ、まだの人はチャンネル登録よかったらしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。